いつの間にか有村架純と付き合ってた過去が出来上がってて俺付き合ってたんだみたいなのはすごい聞きましたね。坂本さんが想定した10代20代だけではなく幅広い年代の方にこの映画がものすごく刺さった一番のポイントはどこだと思いますか。まあ、ほぼほぼ30代以上の男性がほぼほぼ泣きましたと言って出てきて、あ、そういう映画なんだってその時初めて分かったんですけど、やっぱりみんななんかやっぱいろんな失敗とかやっぱりうまくいかなかった恋愛とか、まあ、仕事のいろんな悩みとか、なんかそういうことをやっぱり一通りなんか自分なりにこうなんとなくやってきて、なんかそういう人たちが見るとなんかどこ完全に麦君やきぬちゃんと一緒じゃないんだけど、なんかこの瞬間の今この空気を知ってる俺はっていう瞬間がところどころにやっぱりあるんですよね、僕なんかもね。例えばじゃあ行くよって言ったりとかね、はいはい、じゃあね、じゃあって何の話ね、なんかこうそのなんかどっかあこの瞬間知ってるっていうのがやっぱりたくさんあるっていうのがなんかまあそうですね、この年代上の年代の方にもやっぱり、うん、誰しもどの年代にもということなんでしょう。あとよく聞くのはもう麦君に感情移入しすぎてもうで一個一個の出来事だなんだがもう過去にこれあったなが積み重ねすぎてだんだん麦君になりすぎていつの間にか有村架純と付き合ってた過去が出来上がってて俺付き合ってたんだみたいなのはすごい聞きましたね。そのジョークも何回も聞いたよって見た方がそう思い込んでしまうぐらい入り込んじゃうってことですね。あ、聞きましたね、はい。僕の